そうですね、トレーニングの最初の日に、まあ、テストフライトをしてたんですけれども、キャノピー、まあ、コックピットの風防ですね、あれが飛行中になぜか開いてですね、で、まあ、開くと風圧で吹き飛ぶんですけれども、それが吹き飛んでしまったと。でキャノピーが吹き飛んで、その吹き飛んだものが後ろの水平尾翼に当たったんで、まあ、キャノピーと水平尾翼にダメージを受けて、でキャノピーはまああの特別製ワンオフで作ってるものなん でドイツで作ってて、型もドイツにあって、でこのレースまでにはとても新しいものの製作が間に合わないということになり、まあ、今の機体は使えないということが判明しました。ハンネス・アルヒのチームから、まあ、昨年まで使ってた2009年シーズンまで使ってた機体を、まあ、レンタルしてもいいということで、まあ、あのとても親切なオファーをもらって、でその機体を引き取りに行くことになりました。ただ、まあ、機体はあのオクラホマシティ そのジブコエッジの工場の中にあって、エンジンは外れていて機体はばらけていて、で自分たちの持ち時間は約18時間ぐらいしかなくて、その中で機体を組み立ててないパーツを取り寄せてやるというスケジュールで、まあ、トライしたんですけれども、もうちょっと惜しいところで間に合わずというところで機体を持ってこれずにですね、まあ、今回のレース参戦は不可ということになりました。でニューヨークは今のこのハンネスの機体を借りてニューヨークまで持ってって、でニューヨーク戦はこれで戦う予定なんで、まあ、この機体のセットアップをですね、もう今日からすでに開始してますんで、まあ、これもまたちょっと時間かかるんで、今必死にニューヨークでいい状態で臨めるように調整してます。